これが憧れのデルカダール王の玉座。一度ここに座って勇者をよくぞ来たって言ってみたかったんだ。でも見つかったらただじゃ済まないな。グレーグ将軍に捕まって力王国にぶち込まれちゃうよ。やめとけって。これまでのあらすじ。過ぎ去りし時を求めたアイナは魔王の剣と共に過去のゼーランダ山へと戻る。アイナは聖地ラムダで仲間たちと出会い、命の大社へと向かうが、そこでかつて経験した時と同様、ホメロスに襲われることになる。アイナは魔王の剣で闇の力を払い、ホメロスに倒されるという運命を回避した。そこにグレーグ将軍がデルカダール王と共に現れ、まだ息のあったホメロスは王に何か言おうとするが、デルカダール王はその場でホメロスにとどめを刺す。アイナは大樹の魂の中に入り、ついに勇者の剣を手に入れる。デルカダール王は勇者の剣に触れようとするが、アイナの影から現れた者に阻まれると、一行を城に招待すると告げ去っていくのであった。さあやってきたけれど、あ、王様はこの上にお会いします。玉座の前はこちらの階段を上がり、まっすぐお進みください。了解です。進んでいきます。ここかな、玉座の間は。大丈夫、私つまみ出されない。どうもどうも、ご苦労。うわ、めっちゃスラッとおるけど、なんか殺されん？大丈夫？身長低いく一人おったね。ふう、久々に堂々とデルカダール城にやってこれたわ。よくぞ参った勇者アイナよ。こうしてそなたを再び迎え入れることができて嬉しく思うぞ。ホメロスにたぶらかされた私は、長い間勇者こそ話題を呼ぶ悪魔の子だと思い込んできたが、アイナ、よくぞホメロスを打ち果たし、我が娘マルティナを見つけてきてくれた。おかげでようやく目が覚めたぞ。それからお主に合わせた相手がいるのだ。ノーグレーグよ。何、誰？はっ、合わせたい相手？ああ、なるほど、お母さんとエマ。アイナ、アイナ、私よ、幼なじみのエマよ。あ、この時点ではまだ再会してなかったんやっけ。あ、そうか、なるほどね。よかったアイナ、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私あなたがお城に食べられてすぐのことよ。ホメロスという将軍が大勢の兵士を引き連れて医師の村にやってきたの。血の通わない冷たい目をしたその将軍は、私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。そうよ、村はどうなったん？でも遅れて現れたグレーグ将軍がホメロスを止めて、私たちをかくまってくださってね。長い間お城に閉じ込められたものだったけど、あなたが本当の勇者ということが分かって出してもらえることになったのよ。あ、そっか、よかったよかった。アイナ、本当によく頑張ったね。天国のおじいちゃんもきっと今のお前を見たら喜ぶはずだよ。さあ勇者アイナよ、急な準備ゆえ大したもてなしもできぬが、今日は存分に宴を楽しんでくれ。まあね、天国のおじいちゃんというか本物のおじいちゃんが今パーティーの中におるんやけどね。皆の者、心して聞け。この日よりアイナを真の勇者と認め、その名を称えるものとする。勇者アイナ様万歳。なんか超持ち上げられよるけど。勇者アイナ様に栄光あれ。怖い怖い怖い。その日は夜遅くまで宴が催された。ある者は歌い、ある者は踊ってアイナたちの活躍を称えた。そしてその夜、あれかな、いつ勇者の剣を手に入れようか手に入れようかって手をこまねいとる感じかな、ウルノーガは。だってここまで持ち上げたらもうさ、直接自分が攻撃はできんくなってくることない？いいな、私も食べたいんやけど。あー、羨ましい。誰君。わしは城下町の人間なんじゃが、村の者たちの話し相手になってくれと無理やり兵士に連れてこられたんじゃ。しかしこんなうまいもんはこれまでの人生で食べたことないわい。まったく長生きはするもんじゃの。よかったね、大抜擢やん。兵士も食べよる。ハフハフホフホフ。こんなにうまいものは一生の間にもう二度と食べられないだろうな。医師の村の連中の警護についていたおかげでこんなごちそうにありつけるとはな。悔いがないように全部食べておくぜ。あんまり食べすぎてもね、ちょっとお腹壊して台無しになるかもしれんよ。おや、アイナ、今ならお城のどっかにいるはずよ。気になるなら探してきたらどうだい。あんたもエムもいい年頃だ。
将来一緒になりたいんならこういう時に気の利いた一言でもかけておくんだね。そういう、じゃ待って、どんだけだよ、落ち着け。まったく出る方あるわ、おめこんなん長い間牢に放り込んでおきながら飯で和解しようなのと虫のいいやつじゃ。こんな豪勢の飯でごまかそうとしても、わしはうー悔しいがうまいの。めっちゃ食いよりやん。あゆな、グレイグ将軍から聞いたけど、あんたは私たちが見ていないところでとても大変な思いをしてそうだね。それでもくじけず旅を続けてくれたおかげで王様の誤解も解けたし、私たちも外に出られるようになった。やっぱりあんたは私の自慢の息子だ。立派な男に成長してくれて、母さんはこんなに嬉しいことはないよ。よかったよかった、みんな無事で喜んでくれてね。さあ、エマはどこ行った？あ、神やん。あ、これ相方？わーい、神の兄貴、ユイス様と兄貴にまた会えて本当に本当に嬉しいよ。ユイス様はもちろん兄貴の罪もチャラにしてくれるってデルカダール王言っていたよ。これで二人とも潔白の身だよ。神の兄貴もユイス様も本当に本当におめでとうだよ。なんかめっちゃ久々やね。ずいぶんとお疲れみたいだな。まああんなに豪華な席でもてなされるのは初めてだろうし、無理もないぜ。もう夜も遅いし、休んできたらどうだ。2階に西にある貴賓室にお前のベッドが用意してあるらしいぜ。エマはどこ行ったの？お、ベロニカとセーニャ。ねえアイナ、私たちはあんたを命の大事まで送り届けるのが使命だったけど、まだウルノガを倒したわけじゃないし、こんな半端な形で別れるつもりはないわよ。これからもよろしく頼んだからね。了解。まあアイナ様、今初めてアイナ様にお会いした時の思い出を語っていましたのよ。なんだか不思議ですわね。アイナ様とはもっともっと昔にもお会いしたことがある気がしますわ。まあ昔っていうか未来というかね。あ、エマオリアン。あ、シルビアさん踊りよる。あら、アイナちゃん、デルカダール城の人たちはノリがいいわね。おかげで楽しませてもらってるわ。よかったらアイナちゃんも一曲踊っていったらどう？こういう時は恥ずかしがっちゃダメよ。あ、っていうかあれやん、あの場所で、ま、あの大樹の木のところで世界が滅びんかったけん、シルビアさんがあのなんか変な石を身にまとってさ、なんか大量の仲間を引き連れてパレードみたいなのしよる、あの未来はもうなくなってしまったんか。うわー、それはそれで寂しいな。アイナ、ずっと心配だったの。あなたが元気に帰ってきてくれて私本当に嬉しかった。あのね、アイナ聞いて、みんなで帰って村の復興が終わったらまたあなたと一緒に。ううん、何でもないわ。アイナは勇者としてやらなきゃいけない使命があるものね。また一緒に村で過ごせたらいいね。じゃあちょっと階段を上がって貴賓室にでも行きますかね。ん？何祈ってるの？マルティナ様、なんと美しい。あ、マルティナに会ってないな。16年間隠れるように過ごされていたと聞くか、やはり生まれ持った貴賓は隠せぬようだ。しかし今後どうされるつもりなのだろう。願わくば私が守るこの城に留まり続けてほしいものだ。君が見たいからという理由でしょ、それは。何やってんの、ビビるなビビるな。なんだこの犬は。あ、ルキー。そっかそっか、ルキーもいたね。酔いつぶれてるの、それとも普通に寝てるの？うう、飲みすぎてしまいました。こんなに楽しい夜はマルティナ様がお生まれになった日以来ですね。やっぱり酔いつぶれてんのか。この人なんかうつ伏せになっとるし。むにゃむにゃ、もう食べられない。兵士がそんなんでどうする。この子ちっちゃくない？玉座の間がやかましいな。やかましい、何かあった？何かあったんですか？マルティナと王様がもしかして一緒におるんかな？何やってんのあれ。うう、聞いてください、勇士様。私は本当は医師の村を滅ぼしたくなかったんです。村自体を滅ぼされたん。あのような非道な命令をなぜ王は命じたのでしょうか。私には王の考えがわかりません。それはホメロスにそそのかされとったっていう風になるんじゃないの、今回は。ふう、この相棒はお酒が入ると言っていいことと悪いことの区別がまるでつかなくなるんです。こんな会話が王様の耳に入ったら我々みんな打ち首者ですよ。ここでの話はどうかご内密に。大丈夫よ。にしても王様はどこ行ったの。おいおい、おふざけが過ぎるぜ。そらそら座ってみなって。何やってんだ、ダメだろう。おいおい。これが憧れのデルカダール王の玉座。一度ここに座って勇者をよくぞ来たって言ってみたかったんだ。でも見つかったらただじゃ済まないな。グレイグ将軍に捕まって力王国にぶち込まれちゃうよ。やめとけって。騒がしいって言うけん何しようかと思ったらお遊びかーい。ちょっとびっくりさせんといてやね。で、マルティナは一体どこへ行ったの？
マルティナ、マルティナ。その辺の廊下でもおるんかな。でも本当にマルティナおらんな。ね。じゃあもうあれか。貴賓室に行くしかないかな。どっち？こっち側か？あ、オリアン、マルティナ。あら、いいな。宴はどう？楽しんでる？私は16年ぶりにお父様と会えたのに、なんだか話しづらくて。時が経ても慣れるものなのかしら。ごめんなさい、変なことを言って。そこの部屋にあなたのベッドを用意させたから、よかったら使ってちょうだい。用意させた。いやーね、マルティナもお姫様やもんね。そうか、そうか。この城は家か。素晴らしいわ。んで、ここでいいんか。ここでね、貴賓室。オッケーオッケー。なんか寝る間に襲われそうな感じがする。そんなことはないんかな。氷殿デルカダール王。歴代の王室を見てきた私に寄せれば、現デルカダール王は王として必要な資質を全て持ち合わせた、希代の帝王だと言える。民衆に対して時に優しく、時に厳しく、父親のように接するその姿を見るがいい。まるで古の西王のようではないか。十数年前の事件から顔の険しさが増したが、それは王女の不幸があってのこと。それを責めるのは酷というものだ。むしろ愛する家族を失った悲しみを乗り越え、民を導くデルカダール王の姿勢こそ、まさに王の王たるゆえんだと言えよう。かっこいいっすね。何もない。じゃあ寝ますか。でっかいな、ベッド。いいな、こんなベッドでゴロゴロ転がりたいわ。寝るんじゃなくて。やっぱり襲われる？あ、取られる取られる。ほらほら、ウルノーガが入ってくるよ。てか、鍵ぐらいつけろよね。あ、ほらほら、王様来た。なんか勇者の方が邪悪な感じするんやけど。ほら。ぐっ。あ、なぜだ。なぜ剣に触れられる。まさかこの力は。もう怪しくしかない。貴様、その剣を、勇者の剣を私によこせ。あ、もう正体表しちゃった。戦うの。あ。一体何の騒ぎ？アイナどうしたの？姫様、これは。いや、そこは多分まだ把握してない。やっぱりあなたはお父様じゃない。いえ、どうやら人ですらないよね。なんとなく感づいておったよ。誰かであろうと何十年も信仰のあったわしの目をごまかせるわけがなかろう。宴まで開いて王になりきるとはな。まったくとんだ狸がいたもんぜ。消えた。消えた？ちょっと出てきなさい、卑怯者。王様になりすましたり逃げ回ったりせこいやつね。まだ遠くへ逃げていないはずよ。アイナ、早く後を追いましょう。さあ大変だな。私の主君はデルカダールは王ではなく人でもなかった。では今まで信じてきたものは一体。いや、それ、もともとのデルカダール王という存在はあるよ、ちゃんと。ただ、今ちょっとね、おかしなことになっとるだけであって。もともとはちゃんと言うから大丈夫ですよ。あ。さっき、貴賓室から物音がした後に、突然ルキが起き上がって、玉座の間の方に走っていったの。ルキは滅多に吠えたりしないはずなのに、一体どうしたっていうの？なるほど。ということは、この先で、何？もしかしてここでウルノーガが戦う？まさかの？ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。え、あの玉座の間で遊びよった人たちは無事かな。ね、あれはあれで騒がしかったような気がするけど、さすがにノイタ？